今日はエンジニアの中でよく議論になるプロフェッショナルを目指すべきかジェネラリストを目指すべきかというテーマで話していきたいと思います。ここで言うプロフェッショナルというのは一つの技術に詳しいとか、特定分野に精通しているようなエンジニアで、例えば、フロントエンドがめちゃくちゃ強いだとか、Go言語にめちゃくちゃ詳しいエンジニアのことを指します。一方で、ジェネラリストをどういうふうに言うかと言いますと、一つの分野に詳しいわけではないけど、全体的にそれなりに知識があって、どこもね、担当することができるようなエンジニアのことを指します。で、このプロフェッショナルとジェネラリストどっちがいいですかみたいな感じで、よくね質問とかもいただいたりするんですけれども、今回自分の意見をお伝えさせていただければなという感じです。で、早速なんですけど、このプロフェッショナルとジェネラリストどっちがいいかという話ですが、私はプロフェッショナルの方を選びます。ここはですね、プロフェッショナルを選んだんですけど、どっちかが価値がないとかそういう話ではなくて、どっちもめちゃくちゃ価値あります。その中で強いて言うならどっちを選ぶかなってなった時にプロフェッショナルということですね。で、正直ケースバイケースなところもあって、例えば人数が少ないベンチャーとかだったら、やっぱりプロダクトをとりあえず出すっていうことが重要だったりするので、プロフェッショナルで一つにめちゃくちゃ詳しいよりは、とりあえず全体を触れてプロダクトをとにかく作って出すことができるみたいな、そっちの方が良かったりするかなとは思います。一方で、例えば人数が増えてきたような、ベンチャーとかね、メガベンチャーがになったりした時とかに、エンジニアとかもすごい増えるかなと思うんですけど、そういうところでは、だんだんとプロフェッショナルが活躍していくんじゃないかなと思ってます。というのも、やっぱり人数がどんどん多くなるような企業っていうのは、一つのプロダクトっていうよりは、複数のプロダクトとかを出していることが多くて、で、複数のプロダクトとかを出してたら、プロフェッショナルがいろんな部署とかから、頼られやすくなります。社内のあの人ってフロントエンド強いんだよねみたいな感じで、ちょっと話題になって、例えばいろんな事業とかでね、あの人ちょっと力借りようよみたいな感じで頼られたりします。で、いろんな部署から頼られたら、結果的に評価されていいポジションにつくみたいなことはよくあることかなと思うので、そういう意味でプロフェッショナルの方がいいんじゃないかなというところですね。で、あとはですね、社外の勉強会とかでもやっぱりプロフェッショナルの方が登壇とかしやすくて、社外の認知度が上がりやすいっていうのはあるんじゃないかなと思います。勉強会っていうのは基本的にはテーマを定められていることが多くて、例えばリアクトの勉強会ですとか、AWS の勉強会ですとか、そんな感じでとりあえずテーマが決まっていることっていうのが多いんですね。で、その時にジェネラリストだったら、とりあえず登壇をすることはできるかと思うんですけど、プロフェッショナルの人と比べて深い発表ができるかっていうと、そんなことはないかなと思うので、やっぱりプロフェッショナルの方が、登壇はしやすいのかなと。で、そうなった場合に、社外のエンジニアからあの人めちゃくちゃ詳しいねっていう感じで話題になって、結果としていい待遇でお声掛けいただく、転職とかね、お声掛けいただくってことはあるかと思うので、そういう点からも個人的にはプロフェッショナルの方がいいかなとは思っております。はい、ということで、プロフェッショナル、ジェネラリストという意見を、どっちがいいかという話に関して自分の意見をお伝えさせていただいたんですけれども、ちょっと注意していただきたいのが、プロフェッショナルだからといって他はもう何も知らなくていいっていうことはそんなことはなくて、最低限は知っておいた方がいいということですね。パラメーターがあるとしたら0000、1000とかじゃなくて、111、1011みたいな、0とか1とか10とか、何を基準にっていう話なんですけれども、ニュアンス的にはそういう感じですね。なので、最低限は知った上で一つに特化すると、いいんじゃないかなという感じです。はい、ということで、いろいろね、伝えてはきたんですけれども、あくまで一意見ですし、ケースバイケースですし、人によっても考え方全然違うかなと思うので、自分の意見はそうなんだなという感じで捉えていただけると幸いです。はい、ということで今回の動画は以上です。ご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。